村田修一、村田修一、村田修一、1980年12月28日隊は、福岡県か谷郡笹ぐ町出身の元プロ、野球選手、内野手。右投げ右打ち。現在は、読売ジャイアンツファーム打撃コーチ。小学校時代は、南式野球チーム、勢いモンベアーズに所属し、中学校時代は、か谷町のボーイズリーグ、 カセヤフェニックスに所属していた。東福岡高校時代は、投手として3年の春夏に、甲子園出場。春の選抜では、横浜高校の松坂大輔と投げ合って3回戦、敗退、夏の甲子園は、古木克明を擁する豊田大谷高校に敗れて、初戦敗退だった。高校通算30本塁打。また、第三回トリプル A アジア野球選手権大会では、 中村淳二が率いる日本代表に選ばれ、最優秀防御率0.00を記録し、優勝に貢献した。日本大学経済学部進学後、公式野球部に入部。当主としては、松坂大輔には勝てないと考え足へ転向した。同期には、立山昌平、邸内健、大野隆二がおり、特に、大野とは、高校、大学ともに、同僚で、 特に高校時代はバッテリーを組んでいた。大学時代は3年秋に、井口忠人、青学大と並ぶ1シーズン8本塁打を記録し、通算20本塁打、歴代2位体を放つなどした。リーグ通算104試合出場、374、打数103安打打率、275、20本塁打、70打点、ベスト内に4回。 のドラフト会議において横浜ベスターズに自由、獲得枠で入団。なお、同期には、高校の後輩である、吉村祐希がいる。本職は三塁手だったが、同じ守備位置に古木克明がいたため、二塁手にも挑戦する。6月までは、古木が三塁、村田が二塁に落ち着き、古木が外野に回った後半は三塁手のレギュラーに定着した。 7月に不審で降格するが、9月に再昇格すると、月間10本類打、新人最多記録を放つなど、104試合で25本類打の活躍を見せる。しかし、9月28日のヤクルトスワローズ戦、明治神宮野球場で、石堂勝都市から受けた支球で、右手尺骨を骨折し、シーズンを終えた。2、5番、3塁手で開幕スタメンの座をつかむが、兼ねた 内川誠一らとの併用状態であった。同年12月8日に入籍は、不審が続き、交流戦で、指名代打が採用される試合で、打順が9番となり、当時の監督、牛島和彦に、9番の次は何番か分かっているか、と言われたことに、1番ですかと答え、牛島に、アホか、次はないんじゃ、と一括されたということがある。この試合で、 村田は決勝本塁打を打ち、牛島にずっと9番に置いておこうかなと言わしめ、愛称の男、村田を象徴するものとして知られることとなった。2ワールドベースボール、クラシックエキシビション試合で12球団、選抜選手として出場し日本代表に選ばれた松坂から決勝点となる三ラン本塁打を左翼席へ放った。故障者の多いチームの中で打率。 266、34本塁打、114打点の活躍を見せたが、両リーグ最多の153三振を喫してしまった。同年シーズン終了後の日米野球では、日本選抜に選ばれ、第4戦、京セラドーム大阪では全日本の4番に座って、敵地打を放ち、第5戦、ヤフードームでは、ジョン・ラッキーから本塁打を放った。は、全試合に4番、 三塁手でスタメン出場。二年連続となる三十本類が、百打点を達成したほか、打率、出塁率が前年より上昇し、三振を減少させた。三十六本類打で、初タイトルとなる本類打王を獲得した。四人が三十五本で並んでいた中、単独での本類打王を決めたのは、くしくも十月六日の広島東洋カープ戦、広島市民球場。 引退試合として登板した、笹岡真二からの一本であった。笹岡が3ボール1ストライクの状態で投じた球が、ボール球だったが、村田は試合前に広島サイドから伝えられていた、笹岡は真剣勝負をる。気持ちよく、フルスイングで送り出してほしいという言葉を思い出して、村田が共振した結果であった。同年12月に開催された、北京オリンピックアジア予選を兼ねた。 アジア野球選手権大会に本代表として出場。この時は、背番号25を新井高弘に譲り、青年、昭和55年でもある55をつけて出場した。は、前年に引き続き開幕から4番三塁手で出場。7月中に30本塁打に到達した。前半戦終了時点で、本塁打数、長打率で、 トップに立つなどの活躍により、北京オリンピック野球日本代表に選出された。9月14日、オリンピック招集などの影響で数試合を欠場するも、自身初の40本塁打に到達。最終的に、本塁打数を球団新記録となる46まで伸ばし、アレックス・ラミレスと1本差で2年連続の本塁打を獲得すると同時に、自身初の打率3割を記録した。 吉村、内川と共に、右打者のクリーンアップは低迷するチームの中にあってた、チームの脅威とされた。彼らは、横浜ベイスターズの選手会長を務めた。2009ワールドベースボールクラシック、第2回 WBC の日本代表に選出され、初試合の対中国戦で2段本塁打を放つ。その2日後に行われた、対韓国戦は、4番、三塁手で出場し、 金広主元から2試合連続となる3ラン本塁打を放つ。その後も調子が安定し、キューバ戦でも打点を挙げるが、第2ラウンドの韓国との順位決定戦で、右足ふともも裏の肉離れを起こして退場。決勝戦に向かうことができず、途中帰国となった。打率、320、日本塁打、7打点の成績で、日本代表が連覇を果たすと、 グラウンドでの全員の記念撮影の後で、内川が優勝トロフィーに、村田の背番号25のユニフォームを被せて持ち上げた。3月25日、成田空港で行われた、帰国会見で最高流、原辰則から遅れて、金メダルを授与される。帰国後の検査で、全治6週間と診断され、同年の開幕を2軍で迎えたが、4月15日の、 イースタンリーグのロッテ戦に4番指名打者で出場第1打席で本塁打を放ちその後守備にもつき4月21日に昇格した7月28日の阪神タイガース戦で通算200本塁打を達成体を締め付けられる感覚が苦手なためサイズにかなり余裕を持たせたダボダボの大きなユニフォームを好んで着用するが5月13日の 読売ジャイアンツ戦、横浜では、9回裏に本来なら体に当たる球では、ない内角球がユニフォームをかすり、死球と判定されて、さよなら勝ちとなった。本人曰く、ユニフォームを大きめに作っておいてよかった。その後も4番として活躍していたが、8月7日の中日ドラゴンズ戦、横浜で、走塁中に、左足太もも裏を痛めて、途中交代。 翌日に降格した。検査で、全治6から8週間の左大体二頭筋の損傷と診断されたが、9月21日の阪神戦から復帰した。最終的に規定打席には届かなかったものの、25本塁打を記録した。は、前年の怪我を踏まえて減量して、シーズンに挑み全試合に4番で出場したが、26本塁打に終わった。この年に、 国内 FA 権を取得指導校が注目されたが、FA 権を行使せず残留を表明。は、首相に就任。全144試合に4番三塁手として出場したほか、この年のオールスターでは、ダイソーでも出場した。シーズン最終戦で2本の本塁打を放ち、通算2 5十五本塁打と7年連続となる2十五本塁打を達成した。 2011年12月8日に読売ジャイアンツへの移籍を発表し、13日に2年、総額5億円で契約。背番号は横浜時代と同じ25。村田は巨人移籍の理由を、やっぱり勝ちたいという目標がありますし、来年から優勝争いをしたいという考えを捨てきれなかったと説明した。5月1日、第76代4番打者につく。 同年8月30日の中日ドラゴンズ戦で自身5年ぶりの投類を決めた。ただ同年は打撃不振から9月7日のヤクルト戦では2回で途中交代監督の原達則から強制帰宅命令が出された。この失点は強制帰宅命令のみ最終的に打率25212本塁打58打点アップス690得点圏でも打率。 230となった。一方で全試合出場を果たし、自身2度目のベストナインを獲得した。同年オフの12月4日に、第3回 WBC 日本代表候補選手34人が発表され候補入りした。2月20日、WBC の最終メンバーの28人に選出されなかったことが発表された。この間の契約公開では、 現状維持の2億2000万円で公開した。2013年シーズン序盤は、前年に引き続き打撃不振に苦しみ、交流戦中の6月12日のオリックスバファローズ戦、京セラドーム大阪では8年ぶりに9番打者として出場。しかし、グリップの位置を肩まで下げるように、打撃フォームを改造したことが好想し、7月は、 自身初の月間打率4割などの成績で、2008年7月以来5年ぶり、巨人遺跡以降では初の月間 MVP を獲得。8月30日の対中日戦、東京ドームで当時セリーグタイ記録の月間45アンダー。翌31日の同カードで新記録の月間46アンダーを記録し、2ヶ月連続で月間 MVP を獲得した。 最終的には、シーズン終盤まで争った、最多安打のタイトルは逃したが、自己最多の164安打を記録し、3年ぶりの25本塁が、5年ぶり2度目の打率3割を達成した。また、前年に続き、ベストナインを獲得した。日本シリーズ終了後の周期練習では監督の原、辰則から、生え抜きではないが、俺は、おさむ、週1に、 選手会長を託そうと思っている。と4年間務めた、内海哲也の後の選手会長に任命され、第18代選手会長に就任した。初代選手会長である、長島修行以降は常に、生え抜きの選手が務めてきたが、投手や主関係なく、後輩を食事に連れて行くなどチームメイトの信頼も、厚く、リーダーシップを発揮していたことが抜擢に長った。 契約公開では新たに3年総額10億円で契約を結んだ。また、自身初めて三類種部門でゴールデングラブ賞を受賞した。は7月5日までに11本類打を放ち、通算300本類打まであと1本としていたが、3試合連続無安打など、成績不振から7月27日の対中日戦、名古屋ドームで巨人移籍以降では初めて欠場し、 現役選手では任意としていた横浜時代の2009年9月20日からの連続試合出場記録が676でストップした。8月1日の対広島戦、東京ドームで通算300本塁打を達成した。打撃面は、両リーグワーストの22閉鎖打を起するなどした1年であった。同年オフの10月21日に、 日本プロ野球80周年記念試合の阪神、巨人連合チームに選出されたことが発表された。同年11月6日、2年連続となる三塁手部門でゴールデングラブ賞を受賞した。は、開幕から調子が上がらず、特に得点圏打率は1割台に低迷した。5月20日に、右太もも2頭、筋肉離れ、9月にも右ひ関節炎で2度の。 登録抹消も経験するなど苦しいシーズンとなり、移籍後初めて規定打席にも到達できず、本類打数はプロ入り最低、打点もプロ入り後2番目に低い数字となった。は、開幕前に本類打を捨てると宣言し、本類打数よりも打率3割を目標に臨んだ。オープン戦では2年目の岡本和里の3類で争いから始まり、 岡本の積極的な起用もあり、代打での出場も多かか、岡本が結果を残せなかったことにより開幕戦に7番三塁手で出場した。その後もスタメンで出場を続け、6月15日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では9回に、青山康二からサヨナラアンダを放った。9月27日の対中日戦で10回に、田島晋治から打った24号満塁本塁打は、 三試合連続本塁打となり、2008年の横浜時代以来およそ8年ぶり、巨人遺跡5発のサヨナラ本塁打となった。最終的に、全試合出場に、打率3割台、共に3年ぶり、25本塁打81打点は、共にチームトップと打棒が復活したシーズンになった。また、2年ぶり3度目のゴールデングラブ賞を獲得。 三年ぶり四度目のベストナインにも選出された。は開幕当初は、新加入、ケイシー・マギーが三類手として、先発起用されるようになり、代打での起用が中心となっていたが、指名打者制度によって、スタメン機会を得た、交流戦の初戦5月30日にニアンダースタと、6月1日から3試合連続本塁打を放った。球団ワースト13連敗を喫するほど、 低迷していたチームが7月あたりから打線の手こ入れとしてマギーの二類種へのコンバートを断行したため再び村田が三類種として先発起用されるようになり規定打席には到達できなかったものの最終的に100安打ちょうどを記録した最終的に自身二度目となる FA 権を取得したがオフの10月13日に戦力外通告を受けた 巨人 GM のカトリー吉高は・ヨシタカはチームの若返りを図るために苦渋の決断をした FA 遺跡では保証が発生する自由契約の方が選択肢が広がるこれだけ貢献してくれた選手に対するせめてもの誠意と説明し村田も納得した12月2日付で自由契約選手として公示された しかしカトリラの思いとは裏腹に、所属は決まらない状況が続いていた。1月には、NPB にこだわらず国内の独立リーグでのプレーも視野に入れていると報じられた。四国アイランドリーグプラスの香川オリーブガイナーズの監督を務める西田真司は、これに応じて村田にオファーを出したが、縁はなかったとウェブ連載コラムで記している。3月5日。 プロ野球独立リーグベースボール、チャレンジリーグ、BC リーグ、以下 BCL の栃木ゴールデンブレーブスに入団が決定した。背番号は NPB 所属時代と変わらず、25を引き続き着用する。7月末までの NPB 復帰を目指す方針であると報じられた。BCL 公式戦には4月7日の開幕戦から出場するも、 右足太もも裏を負傷し4月中旬から約2週間欠場した。5月11日から13日に行われた古巣巨人の3軍との交流戦では男村田祭と名打ち別企画が開催されたほか5月12日の試合では遺跡第1号となる逆転本塁打を放ち勝利に貢献した。怪我から回復後は PCL の6月月間 MVP 野手部門を 受賞するなど好調を維持していたが、NPB の契約期限である7月31日までに、NPB 球団からの声はかからなかった。8月1日に、記者会見を開き、けじめとして、今季いっぱいはブレーブスでプレーするとし、来期の現役続行については、難しいとしつつも、シーズン途中ということで、その2文字、引退は言いたくないと明言しなかった。9月9日、 シーズン最終戦である群馬ダイヤモンドペガサス戦終了後のセレモニーで正式に現役引退を発表した。広角打法を心得ており、右方向にも本塁打を放つ技術がある。2011年は本塁打の35%を右方向に放った。構えの際はあまり頭を動かさないことを大事にしている。三塁守備は 巧みなグラブ裁きや体型に見合わぬ、軽快なフットワーク、安定した早球に定評があり、名手とも称される。巨人所属時代は、当時の監督だった原と、高橋義信のお両名からも信頼されており、ゴールデングラブ賞を3度獲得した。しかし、巨人所属時代晩年の4年間は、セーバーマトリクスの指標、ザー上では、マイナス評価を示している。 村田の引退に際して、野球解説者の井原春樹は、巨人の球団編成本部、シニアアドバイザーを務めていた身として、野球にかける情熱もあり、他の球団が獲得しても絶対にマイナスになることは、なく、若手選手の手本にもなると思っていただけに、余力を残しながらの引退は、非常に残念だと惜しみつつ人物表を語る内容を、野球雑誌に残していた。 長男が早産による未熟児で NICU 新生児集中医療室に入院した経験から横浜在籍時の8年に新生児医療の支援を開始 NICU を持つ病院への寄付金の贈呈や入院中の子供たちを慰問したり休場に招待するなど新生児医療を支援を続けてきた2013年までは1打点につき1万円を積み立ててきたが 翌年からは1アンダで1万円を積み立てるとのこと。2014年オフには成績とは別に約200万を寄付している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。